全国の任天堂ファンの諸君、元気してるかな。わしの名前はアーキドじゃ。今回は最近負けに負けてストレスが溜まってきたので、雑魚狩りをしていこうと思うぞ。テレート部屋で初心者狩りして気持ちよくお話ししようと思うんじゃな。頑張っていくぞ。はい、1万超えてるの一人だけじゃな。こんな部屋で負けるはずないんじゃな。早速1試合目からザク狩りしていくぞ。はい、チュー。よーし、スタート切っていく。しかもわしの得意なピーチサーキット、このコースで負けるはずないんです。はい、周りザコなんですからね。ザコとか言ったら失礼じゃな。初心者の方ですね。はい、ニスクしっかりと決めていく。うまいんじゃな。負けるはずないからな。よし、赤コーラしっかりと防いで1位で、そのままダブルアイテム取って守りのアイテム引いていこうかな。いや、気持ちいいな。しょがりバカにしてたけど、しょがりの人ってこういう気持ちでマリオカートやってたわけじゃな。そりゃ気持ちよくてやめられなくなっちゃうね。しょがり依存症になってしまうぞなあ。ただでさえパチンコ依存症、そしてそれだけでは飽き足らずな、タバコ依存症ね、アルコール依存症、そしてしょがり依存症になってしまうわけじゃの。本当にクズじゃな。さあ、ここもしっかりとニスクをかまして、はい、どんどん差を開いていくわけじゃな。気持ちいいんじゃの。こんなの負けるはずないからな。はい、悪いじさん使ってますけど、やはり総力が伴ってないとわしの上に立つことはできないということじゃな。ぽい、なんで前に投げたの今で。守りのアイテムに切り替えて、圧倒的負けるビジョンが全く見えない。ほら、青コーラ打ってごらん。青コーラないと勝てないよ。あべ、このゲッソーはちょっと不安要素だな。前が見えないからちょっと不安だったけど、でも走り慣れてるから問題ないんじゃの。しかも守りのアイテム2つあるから。うわ、サンダーは効いてない。ここダブルアイテム取りに行かないとやばいね。お、守りのアイテム2つになっちゃった。負けるわけにはいかない。悪いイージーが今すぐ隣まで来てるけど自分のバナナ引っかかったんじゃないの。悪いイージー何やってるんじゃ。はい、2位との差は歴然。にゃー、しょがり気持ちいい、最高じゃの。はい、勝ちました。負けるビジョンが見えない。あー、しょがり楽しい、やめらんねー。いや、お前らごめんな、ボコボコにしちゃって。その調子でわしのことな、気持ちよくしてくれな。お前らのおかげでわしは気持ちよく動画撮影できるんじゃな。はあ、なんか1万のやつ増えてきたんじゃが。なんじゃ、お前らもしょがりにな参加したいのか。本当にやめてくれよ。わしが気持ちよくなる部屋でお前らも気持ちよくなろうとすな。3、2、1、チュー。よし、スタート切っていく。ミラーじゃからな、間違えないようにしないとな。最初は右カーブじゃぞ。はい、ここ右カーブね。だー、もう初手から当ててくな。お前しょうもないんじゃの。本当に全部コイン持ってかれた泥棒野郎どもがな。まあ最初はね、全然あれですよ、ゆっくりでいいですよ。はい、もう全然こんなやつらちょっと後ろになったとしても打開でぶち抜かせるはずじゃからな。しょがり最高なんじゃの。993、993ダブル取るかな。あ、取りそうだな。だったら1個だけ取って、うわ、なんか目が回ってくる。ここのミラーって結構やばいね。アイテム1個使って、ここショートカットぶっしりして、ちょっとごっつんこしちゃうけど、ニート、ニートではないぞ、ニートなったわけじゃからな。ニートはもともとじゃからな。赤コーラこれ当たるな。当たんない。肉壁ありがとうございます。1位に踊りでていくんじゃの。いいぞ。最悪、最悪、もういや、まだ終わってない。こっからが本番。痛い、もう本当に。なんお前らさ、どうせレート1万超えの、もうやめて、成敗しないでしょがりよな。お前確か1万超えてたな。ぶっ潰して、赤コーラトリプルはちょっとやばい。早く投げていただけないですかね。あ、抜いちゃった。
これ被弾するわ。もうしょうがない。ここ1個2個でぶち込んでいって6位。もうだからさやめてよ本当に。わし今気持ちよくなってるんだからな。ほんとしょうもないんじゃの。赤コーラわしじゃなさそう。コインをしっかりと回収して今の FB 危なかったね。ここでダブル取って悪くないよ。いって当たってないじゃん今の。もううわキノコありがとうございます。ここでまたキノコありがとうございますしてダブル取りたいけど取れる、取れるけどバナナに当たったら意味ないんじゃからな。本当にピピピピピピカチュ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 チもう怒ったぞ。しょがりガリガリしてやるからな。お前らまとめて全員ぶっ潰してやるなあ。正義ずらしてしょがりガリすればいいと思ってんだろお前ら。お前らもなあわしを狩るために一緒にしょがりしてるわけじゃからな。ああお前らも業を背負ってるわけじゃよ。なのになんか正義振りかざして調子こいてんじゃねえぞ。なんかミラー多くないですか。すべてにおいてマイナスに働いてる気がするぞ。さあこいつら全員ぶっ潰します。いくぞ。3、2、1、よしスタート切って。誰よりも先を行く男になるぞ。あーキノコか悪くないね。ジャンピングアクションできなかったが背中の風借りて、で赤甲羅持ちなんでこいつ先に行かせようかなというふうに思います。早く赤コーラ投げていただけませんか。ミリオンさんナイス。あー完全にやらかしてしまいましたが封鎖しますはい、クラクションでしっかりと封鎖して、あ前線をな立て直していこうと思うぞ。誰か被弾したね。これアイテムインドリで取って、キノコどこで使うかな悩むね。ここ普通にこういって、でダブルアイテムここで取って、悪くないね。あ何に当たったの今。死ね死ね死ね。よし青コーラいった。ダブル取れないの沼プレイなんじゃの。何に当たってんのさっきから見えないんだけど攻撃が。本当にもうこれじゃあしょがりとかそういうレベルじゃないぞこれ問題点がな。本当にはい、リンクをぶち抜かして4位。とりあえずジャンプアクション成功させて、あバックスナ怖いな。アイテム取れないのはヌーマップ。ああもうサンダーで邪魔。もうこの黒い炭邪魔。スプラトゥーンだよお前マジでなあ。塩からお前なんたらやっとけよお前。うんこ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 ん。うんちゲームなんじゃの。あちょもうゴミはゴミ箱に捨てろ。もうしょうもないんじゃの。なんじゃ完全に狩られる側に回ってしまったぞ。ほらレート1万のやつしょがりしてんもん。あいつらがしょがりだったんじゃな。許せねえよあいつら。あいつらこそ真のしょがりじゃな。わしが成敗してるな。低レートのみんな、わしがあのバカな1万超えのクソどもをな、しっかりと成敗してるからわしに任しとけな。お前らの味方じゃぞわしは。しょがりは絶対に許さないんじゃな。さあチクタクロックでレース絶対しょがり許さない。なんか今レート5万超えのしょがりが現れたぞ。最低だな。絶対倒すぞ。3、2、1、よしスタート切っていく。いやレート5万はさすがにやりすぎだろいくらなんでも。おいやっていいことと悪いことの区別もつかないんですか。許せないの。いくらなんでもオーバースペックすぎじゃろ。おかしいね。3位、ここは下行った方が早いんで下行きます。よいしょい。ジャンピングアクションジャンピングアクションジャンピングアクション、そしてジャンピングアクション。あぶね、
うわあ、今おっと、なんか後ろ突っ込んでくるバカチンがいたが、ここはしっかりとこのようにして1位に躍り出ていく。緑コーラ持ちいるな、回避しよう。あー、これやべ、わしかよー、もうもうなんかマリオカートすらわしのことを敵にしようとしてるな。ゲームに嫌われてる男じゃぞ。どうしよう、テレサ、まあ、この順位でテレサって意外と悪くないな多分。お、強い、アイテム強いね、驚いたね。これどんどん順位上げていこう。テレサさんありがとうまあいいや、まあ、バナナいらないからあげるよ。守れ、うわー最悪、ここ行くかよいしょ、まあ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 、九大点といえば邪魔してくんなってだからな。あ、うぜえからバットマン、お前バットマンじゃなくてバッドマンにお前改名しろ、悪い人っつってな、お前しょうもないんじゃの本当に。できるだけ前出ること考えよう。パックンフラワー持ちがいるが、あー、ダブルアイテム取られたのはちょっとやばい。バッドマンを攻めて倒さないとやばいぞこれ。青コーラいってる、ジャンピングアクションできないとちょっと弱いと。もうどんだけどんだけわし潰そうとすんのこいつら、やばすぎない。いけいけいけー、よーし、バッドマンをぶっ潰してやったぞー。ということで今回は初心者狩りをする悪者をしっかりと成敗いたしました。あれ？なんかわし最初しょがりしてたような気が。いや、そんなことないな、わしがそんな悪いことするはずない。この調子でね、マリオカートの平和はわしが守っていこうと思うぞ。みんなのレートゲットじゃぞ、ピッピカチュー。